こんにちは、波乗り三昧です。2018年10月29日月曜日11時35分の仙台新報の波情報をお知らせします。今日の波サイズなんですが、胸から肩、玉のセット、頭といった感じですね。天気は晴れ、そんなに強くない北西風が吹いています。で人数は50名ほどですね。で今日は中潮で、満潮が8時31分プラスの1メーター22、干潮が11時32分プラスの85センチ、で再度満潮が17時10分プラスの1メーター38となっています。で波のコンディションなんですが、早い波がちょっと多くて、近まりに波が多いんですが、たまに、乗り継げるね、波も入っていて、どんどん遊べている状況です。私もね、今日板持ってきてるんで入る予定はしてるんですが、どこで入っていいかね、ちょっと迷うような、どこでポジショニングしたらいいのかなっていうかね、なんかそんな感じで波を見てみました。今は干潮いっぱいでこれから上げ込んでくるんで、上げ込み狙いでね、今日は遅く来たんですが、今ねちょっと取れてなかったかもしれなかったですけど、ちょっとチュービーな波、入ってますね。インサイド気味の波、早いですね、相当ね。今日ですね、ミニ階段の上から撮っていました。東屋の下ってちょうどの堤防の中間地点というかね、そんな場所で撮っています。今日はですね、もう北東のうねりは、全然入っていなくて、南防波堤の脇はね、人入っていませんね。正面に10名ほど、あと左階段、失礼しました、右階段の前あたりに人が、集中して入っていますね。でですね、今日は蒲生の方はほとんど人入ってないように見受けられます。波が速いですね。こういう感じ。行ってみないと乗れるか乗れないんだ、途中で捕まるんだか、ね、チュービーになるのか、乗ってみないと分かんないっていう波ですね、これね。
とですね、1日、2日、3日、4日とあのプロの、ね大会が4日間通しであるみたいなので、いい波入ってきて、いい動画撮りたいなと思っていました。まあ、お楽しみにしていただければいいかなと思いますね。動画の撮影を終わりにしていきたいと思います、右下に赤いチャンネル登録ボタンがありますので、ご登録されてない方はご登録何卒よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。